人類が誕生してからおよそ1080億人が生きては死んでいきました。亡くなる人の数は毎年世界人口の約 0.8% ずつ増えています。人が死んだ後、遺体には何が起こるのでしょうか。そして地球には埋葬場所がなくなってしまうのでしょうか。人の心臓の鼓動が止まると、いくつかの過程を経て腐敗が始まります。死後数分以内に血液が体の下側に集まり始めます。通常は8から12時間後に死斑、すなわち死後のシミによってそのあたりの肌が変色します。死後しばらくすると体の筋肉が完全に緩んで1次弛緩と呼ばれる状態になります。2時間から6時間後に筋肉は硬くなり、死後硬直と呼ばれる状態になります。この硬直は筋肉を通して広がり、その速さは年齢、性別や周りの環境によって影響されます。体の体温も変わり、通常周りの環境に合わせて冷たくなります。そして腐敗が始まります。細菌や虫が体を分解する過程で多くの要素が分解の速度に影響します。しかし環境がどのように腐敗に影響するかは基本的な手引きがあり、それはキャスパーの法則と呼ばれています。すべての条件が同じだとすると、空気中の遺体は水中にある遺体より2倍の速さで腐敗が進み、土葬された遺体より8倍の速さで腐敗が進みます。土の酸性度も骨の保存状態に影響を与えます。 pH が 5.3 以下の高酸性の土は急速に骨を分解しますが、 pH 7かそれ以上の中性またはアルカリ性の土では骨は何世紀もの間比較的良い状態を保ちます。歴史を通して様々な文化が埋葬に対して特徴あるアプローチをしてきました。最初のネアンデルタール人の埋葬まで遡ると、死には儀式があり、死体の置き方が決まっていたり、色や装飾をつけていました。伝統的なキリスト教の埋葬では体をドレスで着飾る一方、伝統的なイスラム教では遺体は1枚の儀式用の布で包まれ、顔はメッカの方向に向けます。伝統的なヒンドゥー教徒は儀式的に火葬を行い、最も古い一神教徒の信者であるゾロアスター教徒は伝統的に死体を塔の上に置いて太陽の光を浴びせて鳥に死体を食べさせます。産業革命以前は埋葬は簡単で行いやすいものでした。最近では人口が多い地域では適切な埋葬地がなくなりつつあり、個人の墓地を購入するにはお金がかかってしまうので、多くの人々が簡単な埋葬をする余裕はありません。世界で2番目に多い埋葬の習わしである火葬さえもお金がかかります。埋葬地がなくなるという問題においては、世界中に占める陸地の大きさではなく、多くの人口が都市に密集していることが問題なのです。世界中の大都市の多くでは1世紀以内に埋葬に適切な土地がなくなる可能性があります。ロンドンではより早く、おそらく2035年までになくなってしまうでしょう。それでは伝統的な埋葬の代わりになり、埋葬地の問題を解決できる選択肢はあるのでしょうか。いくつかの国では超高層ビルの霊園で垂直に伸びる墓地を可能にしています。遺体と環境との関係に焦点を置く方法もあります。例えば遺体をフリーズドライ加工して粉砕し、粉の状態にすることで酸素と水を混ぜて肥料に変えることができます。特別な素材を使うエコ埋葬もあります。例としては生分解性の棺、木が育つ骨壺やキノコが育つ視床属などがあります。海の深さにその発想を得た永遠のサンゴ礁は、遺灰とセメントを混ぜて海洋生物のための生息地を作ります。死とは人間にとって避けられないものですが、遺体の取り扱い方と埋葬方法は進化し続けます。私たちはそれぞれ異なる精神や宗教や死に対する実用的なアプローチを持っているかもしれませんが、今も増え続けている埋葬地の需要は、人生の最終段階が終わってから私たちの体がどこに行くのか、私たちが独創的になれるように一押ししてくれるかもしれません。 TED-ED は質の高い教育コンテンツを多くの言語で無料で人々に提供できるよう取り組んでいます。パトレオンに寄付して、非営利のサポートをしてください。チャンネル登録もお願いします。